はい、エネキコリチャンネルです。さあ今日のネタはこちら、じゃん、ファナーのチェーンソープロテクションブーツダブルボアです。今日はこのチェーンソープロテクションブーツについて解説していく。さあということで、まだ10月に発売されたばかりの、オーストリアの林業作業着メーカーファナーから出た、日本にまだまだあまり、利用者が少ないだろうということで、早速ですね北海道のファナージャパン本社でですねゲットしてきました。このチェーンソーブーツについて皆さんに情報をお届けしたいと思います。これまだね一回も開けてないんで、皆さんと一緒に開いていきたいと思います。サイズね42ですね。日本のサイズで27センチぐらい、僕 26.5 から27センチぐらいの足のサイズなんですが、まあ、41だと若干きつかったんで42にしました。まああと大きい人は中敷き入れるなり厚手の靴下履くなりするとそうなると思います。どうでしょう、かっこいいでしょう。これまでもうちの会社はファナーのブーツセルマットをね採用してきてますけども、今度はブルボア。これはですね特徴的なのはもう見ての通り、この BOA 書いてありますね、ボアシステム、つひもの部分がこのボアと共同でこのブーツ作ってますね。あの僕今履いてるアシックスの安全靴もこのボアシステムです。これ知ってるかな、カチ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 って時計みたいに回すとこれ閉まっていくんですよね。緩めるときはこう引っ張るとビョンって広がります。これ簡単な超楽なんですよ。靴紐を締めるのもねなかなかアナログで好きなんですけど、これは楽、特に現場で、ね、手袋してたりとか寒い時とかね脱いだり履いたりとかものすごい楽になると思います。でこのボアシステム、実はもし履いてる時に切れたり壊れたりしたら部材の提供がですね永年無償で提供され続けるというような、これも自信作らしいです。であとですね、セルマットは履いてる人は分かると思うんですけど、チェーンソーの防護のこう性能を表すクラス1クラス2ってあるんですけど、セルマットはクラス1なんですよね。これはクラス2です。2ってこれ2って書いてありますね。はい、これがチェーンソーの回転数ですね。クラス1よりもクラス2の方が高速で回転するチェーンソーが当たった時に防護する能力が高いよっていう意味になります。まあチェーンソー当てたらダメなんですけどね、はい、まあそれはともかく、まあこちらの方がチェーンソーの防護力が高いというやつなんですが、驚きなのはこの軽さなんですよ。めちゃめちゃ軽い、持った感じセルマットよりも軽い。セルマットよりも足首のこの高さすごい高くなってて、こう足をね保護するような形になってるんですけど、まあこっちの方が軽いですわ。地下足袋今履いてる人だいぶ少なくなってきてると思いますけど、チェーンソーブーツ選んでる人の中でもこれはちょっと驚くと思うな。実際後から履いてみようと思いますけど、持った感じはすごい軽い。裏は定番のビブラムソールということになってますね。重さを測ってみようと思います。ファナージャパンのホームページによると、サイズ41であれば片方ね1キロ未満らしいです。さあこれ42なんで若干ちょっと重いと思うんですけど、実際ちょっと測ってみようと思います。はい、ではこれからファナーのチェーンソープロテクションブーツダブルボア片方ずつ乗せていきますよ。よいしょ。右足の重さが 1.1 キロ。はい、これおおむね1キロだね。41サイズだと1キロ未満ということなんですけど、まあ若干重たいけど、まあ、ほぼほぼ1キロ。まあ、これじゃあ一応念のため両方乗せてみるね。よいしょ。他は 2.2 キロということになりました。この軽さをですね皆さんぜひ手に取って実感してみてください。はい、ということで今日はこのチェーンソープロテクションブーツファナーのダブルボア、こちらを解説してみました。まあ言い訳みたいになっちゃいますけど言っておきますが、あの僕ファナージャパンからあの何ももらってないんで、これ特に案件とかじゃなく実際にこれ僕お金払って購入してますので、その点はご了承ください。今日は屋内でね重さ測ってみたかったんでこのような解説にしてみましたが、今度はね実際に履いて山の中をね歩いてみたいと思います。はい、ということで今日の商品解説は以上です。皆さんいってらっしゃい。